かりん、今日のライブめっちゃ楽しかったな。楽しかったな。あれやんな、初めてやったやろ、ST のライブ。初めてやった。ね、なんか気になったことがおった？福田あかりちゃんと佐野はるかちゃんかな。佐野はるるんと福ちゃんめっちゃファンやねん。あ、そうなん。そう、この前さ、握手会行ったんよ。マジ？そう、でさ、今度 STU デビューシングル出るって言ったり。そうそうそう、1月31日に。そう、暗闇ってやつ。そう、握手会行きたい。そう、握手会やるけん、どう、行こうよ。行きたい。ね、でも私買い方わからへん。じゃあ私が教えてあげるよ。本当に？うん。では早速握手会の生き方講座。まずスマートフォンを用意していただいて。お。はい、用意しましたか？用意した。あ、まず、キャラに STU って検索してほしい。キャラにはカタカナでキャラアニ、で STU。検索したよ。そしたらこの上に出てくる STU48 劇場版申し込みフォームっていうのがあるから、それタッチしてもらって、はい、お、出たね、早い。あ、出た。そしたらさ、そう、すごいやろ。すごい、デビューシングルの申し込み画面が出てきます。ほんまや。じゃあちょっとスクロールしてもらって、抽選申し込みはこちらっていうリンクがあるから、その青いところをタッチしてください。じゃあその初注意がいっぱい出てきたと思うから、それを全部ちゃんと読んで、理解できたらチェックボックスにチェック入れて、もう抽選申し込みはこちらっていうのにもう一回押してください。はい。お、なんか日付とメンバーの名前が出てきた。あ、出てきたな。じゃあすごい、日付とメンバーの名前があると思うから、まず日付を選んでもらって、自分が行きたい、その場所と日付を選んでもらって。そこに出てるメンバー名前を見てもらえますか？いつ行こうかな。じゃあ初日、2月10日の東京。東京、オッケーの行こうかな。何記念すべき1日目せっかくやったら ね、1日目の握手したいなって。名前順になってるから、自分が欲しいメンバーがどこにあるかなって探してます。で、こう名前のとこ選んで一回一回確定の差が更新されるから、へぇ、あ、ないないないって。そう、の1枚。お、じゃあ時間があるんやね。え、そ、何時間目とか学校みたいに時間割り、言ってるから。どうしよう、時間もできる。じゃあ、せっかくやし、初日行くんやし、一番初めに出るみたいな。じゃあ、佐野はるかちゃんは2時間目が一番最初みたいやから、佐野はるかちゃんの2時間目を選んで。ね、オッケー。オッケー。で、選べたら、次は福田あかりちゃん。2月10日の名前の後半、当日で、いっぱいメンバーおるね。ね、いっぱいメンバーいる。全員行きたいね。ね、行きたい。福田あかりちゃんと三島なるか。あ、間違えた。はるか違いだった。はるか違いだった。いかんいかん。福田あかりちゃんをチェックして、それでもいいかな、とりあえず。あ、OK。 まあ最初やしな。じゃあ確認画面に進んでください。はい。え、これってさ、一人でなんかも買う。これね、なんか抽選の申し込みが期間が分かれとって、1時、2時、3時、4時ってあって、期間によって帰る枚数が違うんです。1時の間に何回も申し込みできるんじゃなくて、1時の間には5枚だけしか買えんから、そしたら最初に頼んだ5枚も落選ってなって、1回も行けなくなってしまう。やばい、気をつけて。やばい。でもう1回行きたかったら2時が始まってからもう1回申し込みになる。じゃあ、申し込みが進めば進むほど、申し込める枚数が増えるってことだ。そうやね。あ、そっか。いっぱい行きたかったら1時で何枚頼む、2時で何枚追加、3時で何枚追加って徐々に増やしていかんと、全部外れちゃったら1回も行けんくなるから。確かに。でもあんまり待ちすぎると外れちゃう可能性がある、ね、そうそう。最後になるにつれて、あの、売り切れちゃうこともあるから、早く行きたいメンバーは早めに注文と。そうだね。じゃあ今回は福田あかりちゃんと佐野はるかちゃんを、早めに、そうね、早めに注文するんだよね。
これ、じゃあ注文したい分を選択できたら確認画面進んだらいいの？うん、確認画面進んだね。お、あれ？何これ？会員登録がお済みのお客様、会員登録がお済みでないお客様って。そう、会員登録してないよね、初めてだから。してないね。会員登録しなくても買えるけど。そうなんだ。そう、会員登録でもしないで買っちゃったら、あの受け取りが代引きだけになるし、今までの注文履歴が残らんのよ。あ、そうなんだ。だから会員登録したら、クレジットカードとかコンビニ払いも使えるし、今までの注文履歴も見るようになるから、会員登録しておくのがおすすめです。じゃあ今回は会員登録しようかな。うん、はい。あれ、また何か出てきたよ。お、注意がいっぱいあるね。個人情報が関わる、関わってくることやから、ちゃんと全部詳細を読んでから同意するって言ってください。そして読んで同意する。お、お、そういう画面が。うん、じゃあ ID とかパスワードを自分で決めて、はい、年齢とか住所とかお名前とか入れてください。はい、はい、受けたよ。受けた。じゃあ下に確認画面ボタンがあると思うので、はい、そこを押して。あ、OK 登録を確認しました。はい、画面これで OK。 そしたらこれはどうするの？あ、したらメールがね、この届くと思うので、そこのリンクをクリックしたら今回登録ができます。あ、ありがとう。はい、あ、もし今度ゲストで、うん、まあ、まあ登録しないで購入することもできるけど、そういう方法をしちゃうとまた住所を。そうそうか、そうか。じゃあ登録していいかも。そうだね、会員登録は無料やし、何か買わないと思います。これで抽選何本も。あ、じゃあ申し込み者の名前と住所があるか確認して、うん、申し込んだ商品がチェックした、うん、そのメンバーと時間と内容量を確認して、うん、OK だったら申し込みに押してください。はい、お、できた。お、できたよ。お、じゃあ申し込みが完了しましたっていう画面に表示されたら、またメールが届くと思うので、そこのメールで内容を確認したら。できたよ。お、メール届いた。うん、あとはこれで当選するのを待ってたけど。そうやね。おお、当たるといいね。当たるといいね。行きたいよね。いけるな、楽しみやな。ちょっと待って、ん、忘れちゃいかんことがある。え、なになに。抽選申し込み当たったけど、うん、それの支払い方法を選択せんと、うん、全部キャンセルになるよ。だから中島なんかな。ここはシビアなとこなんやけど、そう、その 当選メールが来たやろ、うん、でもまた後で重要お支払いの準備が整いましたっていう件名のメールが来るんよ、うんうんうん、だからそのメールが来るまでちゃんとこの握手券のことは忘れずに頭に置いとってほしい。だいたい何時後に来るんやろ。そうね、だいたい1時、2時、3時、4時とかの最終の受付が終わった後にメールが来るから、うんうん、そっか、うん、じゃあその期間は忘れないようにスケジュールに書いておくと。うんうん、OK、来たよ、重要お支払いメール。ほんまや、よしよし。じゃあこれな、すぐお支払い方法を選択してやっとかな、キャンセルになっちゃうから。マジ？そう、ハードル高いな、ここが。じゃあまず、うん、今すぐとりあえずメールが来たら今すぐ選択すると、うん、そうね、そこのリンクをタッチして、うん、キャラに飛んだら、自分の ID とパスワードを入力して OK、いけたよ、これ。あ、ほんまや。じゃあ全部当選のやつが合ってるか確認できたら支払い方法を選択してね。これクレジットカードと代引きと、うん、コンビニ支払いの感じだよ。そうそうそう。じゃあ私は、うん、クレジットカードを持ってないし、うん、
代引きは家にいないことが多いから、ね、代引き支払いにしようかな。あ、じゃあまずこれ払う支払いのコンビニを選んだらいい。そうね、支払いのコンビニ選んで、じゃあローソンが近くにあるからローソンにしようかな。いいね、ローソン、ちょうど STU がタイアップしてるしね。そうだね、でローソン選択 OK。 じゃあこれで、うん、またじゃあ今度支払いしに行こう。行かん行かん行かん、もう支払いすぐ行かないかんよ。え、そうなの、うん、キャンセルになっちゃうよまた。あ、マジ。そう、やばいね。すぐね、支払い期間短いから、思い立ったらすぐ支払いに行ってもらわないと。厳しい。そうなの、あれ分かんない、ハードル高いの。 OK、 ありがとう。じゃあ今すぐ行くことにするね。うん、じゃあね、バイバイ。うん、バイバイ。じゃあ私時間ないからさ、うん、家にいないことも多いし、うん、クレジットで払おうかな。あ、いいね、クレジットカード、うん、番号を入れるだけだし。そうやね。じゃあクレジットカードの支払いを選択かな。うん、うん、うん、オッケー、これでいけるかな。そうやね、いけるね。おー、よかった、やっとあかりんとはるるに会える。やったー、やったー、楽しみ。イエーイ。あ、どうしようかな。あ、もしさ、あんま時間ないとかだったらさ、このペイジーってやつ。ペイジーって何？ペイジーはなんか24時間対応で、インターネットからお金を払える。すごい最新。そう、すごいよ。すごい。じゃあ私ペイジーにしようかな。うんうん、 ATM からでも払えるし。そっか、便利。じゃあペイジーで選択。 OK OK、 これであかりんとはるるんに会える。やったー、代引きにしようかな。あ、いいね、お家に折りさえすれば受け取れるしね、うん、代引きの場合は、うん、その CD を持ってきてくれる人にお金を払えばいいね。そうよ、 OK。 じゃあ代引き手数料とかもかかるから、その辺のお金もちゃんと考えておく。代引きの場合はプラス代引き手数料がかかる、うん、OK。 じゃあ代引きを選択。じゃあ、あとは CD が届くのを待つだけだ。楽しみ。暗闇のミュージックビデオ見たんやけど、うん、めっちゃ素敵やったし、楽しみやな。ねえ、瀬戸内の景色とかが、おいしいものとかさ、うん、いっぱい映っててさ、ね、すごい楽しみになるよね。可愛、ね、い子たちに会って、うん、CD もたくさん聴いて、うん、これで STU のファンになれたかな。ね、もう完璧よ。マジ？そう。じゃあこれで私も一歩ファンとして成長したな。そうやな。じゃあこれからもいろいろ教えてください。はい、はい、任せてください。もしさ CD 届いたら、うん、次は握手会の行き方教えて。あ、任せといて。握手会もね、いっぱいコツがありますから。そうな、うん、初めて行くから荷物検査とか不安やわ。お、荷物検査の知ってるの。あ、それは風の噂で。風の噂か。あるあるで。じゃあその辺のこともいっぱいまた教えるわ。行きたいな、うん、以上、個別握手券付き劇場版 CD の購入方法でした。